3つ目こちらです。じゃあ始まる時に雨が止む、はい、なんですかね、これちょっと後ほど伺いますが、うん、まあどうですかね、うん、その今までの代理店のお仕事をね、うん、電通のお仕事をいろいろされてきて振り返って、こう面白かったこととか、印象に残ってること、本当に毎日面白いんですよ。面白かったこといっぱいあるんですけど、はい、そうだな、ブラジルに2度ほど行っていましてね、はい、1回目はブラジルに本当に世界的な広告賞、広告のアワードがあって、はい、それの審査員で行かせてもらったんですね、でその時テレビ部門の審査員だったんですけど、うん、その時に日本の作品がこうディベートしたりして、日本の作品がグランプリを取ったということがありましたですね、うん、まあそれはまあそういうことなんですけど、ブラジルのどこだったんですか。これはね、まず都市はポルトアレグレっていうちょっと南側の、うん、ですから結構四季がある、札幌みたいな感じですかね、雪こそ降らないんですけど、四季があるポルトアレグレっていうところから、さらに2時間ほど入ったところにグラマドっていう、はい、これはですね素晴らしい街なんですよ、日本でいうと、まあ、軽井沢っていう人もいるんですけど、もうちょっと洗練された感じかな、うん、いろんなこうショップももちろんあるし、美味しいものもあるし、はい、女性も素晴らしくてですね、ポルトアレグレはイタリアの移民のダチアからこうペルーの人たちがこう山を越えてきましたですね、はい、それはそれは素晴らしい、ちょっと小さめな、あ、小柄な美人が日本人好みのそうということもありましたね。ああ、うん、なるほど、素敵なところ、素晴らしい、そこに2万人ぐらい、はい、集まって、うん、そのうち学生がやっぱ1万人近く集まってね、世界中から集まって、素晴らしいでした。まあ、ブラジルご縁があって、はい、その前もホンダ、はい、そうですね、ホンダのお仕事をずっとされてたらしくて、はいはい、ホンダでも、はい、行きましたですね、うん、南米で感じるのはなんかこう僕ら英語、はい、まあ、全然堪能じゃないんですけど、なんとなくその世界共通語がその片言の英語なんですよね、こうネイティブの人がわーって喋ってると何言ってんだか分かんないんだけど、あ、なんとなくその片言ね、ポルトガル語とスペイン語の人たちもちょっと英語使ったりするというか、はい、うん、とても言葉が発達、言葉しか言えないというのもあるんですけど、言葉が立ったこうコミュニケーションするという、単語で会話しちゃうみたいな、うんうん、あれですね、確かにネイティブな言葉英語よりも片言の英語の方が国際語としては、なんかね、そんなことで自分を正当化したりしちゃうんですけど、すごい楽しかったです、公演までやらせていただいて、英語で3000、そうです、英語で、そうですね、3000人は来るんですよ、すごい、これなかなかね、うん、素晴らしかったです。うん、私の前の時間がこう、私の前の時間がオリビエロ・トスカーニって言って、はい、ベネトンのアートディレクターってすごい有名な方なんですけど、その後にこういたんで、当然テレビの視聴率みたいなんですけど、はい、ここにたくさん人がいるもんだから私の公演も超満杯で人がいるっていう、かっこいい、うん、よかったですね、便乗してで、うん、すごい盛り上がりました、そうな、いろんなところ行ってますね、本当にいろんなエピソードがいっぱいあるんですけれども、まあ、代理店札幌でのお話、はいはい、まあ、割とこう近々なのかな、はい、最近での話なのかな、はい、大きなお菓子屋さんの、まあ、ちょっと式典、はい、イベント的なものが神宮であって、私は私でね、ずっとクリエイティブで本当にこうなんか日々こう辛いながらも楽しいことあって、うん、たんですけど、はい、これは私の会社の話で、そこには、その得意さんを担当している営業の人とか、うん、プロモーションイベントをやる人とかいたわけなんですけど、はい、大きいイベントがあってですね、外でやることで、はい、台風が来たんですね、お天気悪いんだけど、朝からもう土砂降りなわけですよ、朝から土砂降り、それも、はい、ご記憶にあるぐらいの最近ですから、すごい雨の時で、でただ前日リハーサルをしたらですね、うん、やはりそこの場所が本当にこう素晴らしい会場だったもんですから、もうここでしかありえないと、実は屋内予備も用意してたんですけども、クライアントの、ね、社長さんが、うん、絶対やろうと、ここで失礼を見て気に入って、台風だから、台風ってのは割とこうだんだんスピード上げてピュッと行くよとやるよとおっしゃった、かしこまりました、私たちのもうです、うん、でまあ全員1200人ぐらいいらっしゃったんですけど、全員分のカッパを用意し、あ、大変ですね、夕方暗くなってきたけどまだ土砂降りが続いていてですね、はい、カッパから先に差し上げ、はい、膝掛けみたいなのもすごい用意していただいて、それも全員膝掛けの上にビシャビシャビシャっと雨が降るような、そんな感じで、うん、
でご高齢の方もたくさんいらっしゃったし、まあ、はい、いや本当にどうしようかな、でも本当にこうなんとかな、そんなにこう諦めじゃ、皆さん来てくださったんですね。でこうなってさあ、うん、始まるぞと司会の方が喋って、うん、某有名な女性2人で、うん、はい、姉妹で童謡を歌う方がバーッと来て、はい、歌い出したら雨がピュッと止んだんですよ。で真ん中ぐらいにしたら今度こうちょっとこう雲もいっちゃいましてですね、で多分それはスタッフだけじゃないけどお客さんも主催者の方もお得意もみんなこうもう本当に、はい、なんていうかな、すごい思いをこうしたと思う、記憶に残る、ね、時間になりましたというようなことがあって、もちろん私はただ、はい、ただ見に行った、見に行ったっていうか、うんうん、だけなんだけど、うん、そういう、こうドラマっていうかな、そこにも、うん、その私制作だけじゃなくて本当に、うん、誰にもそういうこうすごかったっていう瞬間がね、はい、たくさんあるというか、そのことがあるからもう、うん、やめられへんわっていう、そんな感じなんですよね。だからやっぱりこれまで眠れない夜もあった、ね、徹夜でも企画の出ない午前3時ですか、なんかさっき言ってたけどそういうこともあった、そういうこともいろんな、いろんな大変なことも、打ち合わせに行ってもまだない時あるそんなで私のルールでどうだったのって、え、一応できましたって言わなきゃいけないんですよあ、そうですか、ちょっとまだあれなんですけど、なんて言ってこう書いたりするんですよ、うん、そういうことはそこまで追い詰まれたこともあります。あ、なるほど、うん、じゃあそういうことを経てもこういうことがあるからやめられない、ね、やっぱりみんなでガッツポーズ、うん、それまでみんなで準備してやったやった、お客さんがわー喜んでくれて見てよあの笑顔っていう、その時間があるからねえと思うんですよ。こういうことがやっぱりあるとそういうお仕事なんだなっていうふうに思いますよね。チームでやることですし、そうですね、はい、本当に本当大勢劇もそうなんだけど、うん、一人じゃないんですよね、はい、やっぱりみんなでこう、うん、やるってことがすごく楽しいし、はい、なんかもっと大きいところが、うん、に行けるっていうんですかね、うん、遠いところに行けて大きいことができるというか、うんうん、いろんなことができるんだと思って、ここの業界って形にしていく、なんか気に来てくださってもいいですよ、うん、ぜひそうですね、はい、Facebook、はい、でも、はい、あ、そう、Facebook もされてますね、はい、はい、ということで、今日のゲストは株式会社電通北海道代表取締役社長の高堂治さんでした。ありがとうございました。失礼します。さよなら。